はい、皆さんこんにちは、のちです、今回プレイしたゲームはこちらです。ギャラクシートラッカーです。皆さんにあらかじめお断りしておきたいんですが、今回の動画は非常に、ルールミスが多いです。そのため正常なゲームプレイとは少し、違うところがあります。ところを、皆さんご了承ください。それではご覧ください。どうぞ。ギャラクシートラッカープレイヤーはライバルに先駆け、会社の倉庫をくまなく探し、最良のパーツを掘り出します。そして最高の宇宙船を建設し、乗組員とバッテリーを搭載し宇宙船を発進させるのです。宇宙には様々な障害が存在し、罠や障害物、邪悪な敵と戦いながら任務を遂行し、貨物を輸送し、ライバルたちよりも儲けることがこのゲームの目的なのです。最近もホワイトロリータめっちゃハマったんじゃん。ブルボン、これ全部裏返してこれ。ずーっと食いよるんだよ。ルマンドはルマンド、ルマンド、いや一応あの種類全部こうだけど、やっぱりホワイトロリータやな。あれと先ほど一緒なの。つまみに、つまみに日本酒なん、焼酎、焼酎厳しくするよ、片手で。はい、はい、どうぞ。開始です。どうなんか合図余計難しいなったな、これ余計難しいな。いけんの、これパイプどこへ繋がった。難しいこれ。乗り込むの乗りやすい、これ。これ何？バババババいけないね。いやこれちょっと待ってよ。これ何？難しいな。これ何？あばんな。これ何かな？わかんない。それで、ね、コンテナ。これ赤色とこ、ここのがある。白は。余裕じゃん。戻す気ないですか。これって向きがあるんかな。そんなに余裕悪いんだけど。これ繋がらないもしかして。これはあれかね。これも電池。あ、これはこう繋げれるの。うん。でも。いや、こう繋がってるから。貨物とかあるの？剣と剣の？あ、これある。貨物あるかもしれない。カチ、これあるの？これダメ？こっち繋がってる。カチ、これゲームマスターになってる。何でも聞いてくれ、何でも聞いてくれ。パンチ君がバモさんの親方ですね。あ、ここでハグっちゃいけないな。うん、で、元に。よいしょ、できた、できた。ここ結構いいね、宇宙船できたね。うん、何これ何なんだよ。来られたらもう、はい、さあ、はい、はい、エンジン、キャノンともに普通。危険物コンテナはありません。攻撃力に特化した機体、エンジンも強力です。横からの攻撃も想定した機体、エンジン、キャノンは貧弱。ダブルキャノン3連発の強力武装、しかし設計ミスだらけです。シールドも意味ない。ここから試練が始まる。宇宙船、発射します。もういきなりいいですよね。見てよ。
な宇宙船でもシールドでもそのダメージを防ぐことはできません、うん、破壊するだけ突っ込んできたらここはもういやこうはダメってことウィンクだよ、うん、はい次最初のプレイヤーから順番に着陸するかどうするか着陸したで下がってしたら物資を積んだ積む、積まんでもいいし積む、積んだ赤の品物は最も価値がありますがこれらは危険な材料なので特別装甲で強化されコンテナで保管してるやっぱ赤がそうなあらほんまに、はい、赤の品物は危険物かみんな下がるの2個ずつ全員あのここは取った人取った人だけやろ、俺がここやろで、チェンジャーが緑と青で、感知が1こういうことだよ彼らが勝った場合は次のプレイヤーを攻撃しますあ、勝ったっけ関係ない対処する終わりや終わりで、1日戻る1日下がるリーダーから順に実行だって露出スターコネクタだこれあー、スターダストうん、これスターダスト俺が結構下がる1、2、3、4、5の数だけ下がる、うん、1、2、3、4、4、5、6、6じゃん6、4、5 1、2、3、4、5、6これ後ろ後ろ下がっていくね下がっていくどんどん下がっていくよ1、2、この後ろどんどん下がるこれ下がるゲームなのこれお前なこうしているプリエがペナルティーを受けるこれそう、なんぼうわぁ上院にどうぞ避けるしかない経路あ避けるのがある7やだあ、食らうんじゃない止まんなかいや、食らう食らう難しいよ経路だけうん、むき出しやねあ、むき出しかむき出しやね次だ次だね、問題が次あ、9、9あ、ギリあったこれキャビンなくなったそこら辺よし、あともうちょっとで旅終わるよ、うんはい、一人のプレイヤーだけのチャンスカンちゃんリーダーリーダーが決めるはい、次先に向かってねだけいるってことだ。乗組な。無理だ。もう戻るね。はい。終わり。そのよ。一二三四五三つ。ダブルエンジン積んでないけ。一二三四。あのガラだ。で終わり。で帰還してボーナスを受けた。トップから、4ドル、3ドル、2ドル、1ドル、ね、3、1で、でこれ、こっちやけ B 面にしてよ、B 面に最初の2分は、その後すぐ2分に済んじゃうのでトップの人が、誰がやるんだよ誰が作った人が、あと2分ですよってことか、うん、一番最初に作った人がプッて出して、あともう2分しかねえよっていう。あ、それはいいね。それみたいな。うん。これな、最後の2分決める人は何番目の人？一番目の人。あ、自分が完成したってできたら、ひっくり返したら、あともうあと2分やろ、あと2分しかねえぞって。怖えな。ひっくり返してもいいし、ちょっと待ちってもいいし。それはその人のさじ加減。開始です。まあどうせ俺が1位。どうぞ。
元気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 な。なんかここでやるよりね、皆さん。もうここだけで持ってこんだ。これは。これは。これ1個はいけとんやな。出たよな。誰も答え。誰も答えません。あれこれもうなんかやべえ。やべえやべえやべえ。やばいっすね。やばなったやばなったやばなったと。ちょっと待って。こういうやつも。こういうやつも。すげえ今度は包んどるな。なってしまう。はい。2番。ようそんな花できたな。これありなこれ。マジっすか。どうしよう。ないな部品が。いいんだね。まだ違う。食べたら危険物が超えれんが。もうないな、おい。20秒ぐらいかな。どうしよう。10秒あ、終わったのか。サントランじゃん。あ、サントラン、そっか。もう終わるよ。終わるよ。はい、終わりはい、終わりです。はい、終わりです。完全だ。今度は危険物コンテナもつけました。エンジンが少々貧弱。エンジン、キャノンともに強力。貨物室もたっぷりあります。最も設計ミスのない美しい機体。やたらバッテリーが多いところがミソ。2箇所の設計ミスに大量の配置ルール違反。抜き取り検査後、本来は飛行すらできない宇宙船ですが、面白いのでこのまま続行します。これさ、あの中の方に砲台があって、立体的見たら上の台になるのかしら。キャノンの砲のすぐ前の一マスにパーツ配置ができない。なんと、そんなこと取らなきゃいけんのかな。もうジャッキジョイントとして使うしかに、繋がっとる何の役目だったの。さあ、ゲームっと落ち着いて作りゃよかったのに、部長。大体、あんなところに入れちゃうの、キャノン。キャノンじゃったっけ。発射です。あの、小さい、あー、6ね、ドワン。あ、なら、あ、これが、ここは、抜き出してみる。シール、ショー、で、次や正面から黒だ。関係ない。バディが使えるの。はい、流星や敵のキャノンを跳ね返す。うん、だけど、うん、これ使える。使える。1個使えないんだよ。うん、やだ。手が大丈夫。2つの性質を隣接して検査したい。隣接しとるぞ、お前。バディじゃん。あ、ほんまに。だって多いもんな、細かい。あ、それはよろしいな。いや、さっきこんな 5人とか行けたんや。行けとったな。ほら、ゴーストシップ行ったら、行けたら。みんな、まあ、みんな一緒やし。で、これ、なかったら3引いたよ。これ、先頭だなと、あれじゃない。何も早くて。だねって。
ゴーストになったらどうなんだろう。終わり。これが終わるまで。旅が終わるまで待たせてもらう。6まで。さあ。どこだマイナス1、マイナス1からとか1か所だ過去1、2か、うん、飛び蓋1つにこの大きさがあるねもうやったどうする物資がもらう物資もらって2個下がったか、うん、まあどっちじゃ俺だろ、うん、3個3個いや、あ、3個か、ああ、なくなっちゃうかうわ次、人人人国境類わ、俺じゃあ、二人じゃ俺じゃ人国境類こう、いろんな方向から飛んでくるってことだ牛とか大丈夫なんやジェネレーターがあるけ、このちっちゃいやつはあちっちゃいのは大丈夫なんだでも、大きいの来るよ最後に方もあるから、多分この三つは大丈夫なんやあんたらでもええ宇宙船作ったな部長のあのキャノンが真ん中にあるやつわけわからんけどキャノンあそこなんエンジンも真ん中にエンジンなんでそうなんですか立体的に見たら別のやついったら 2D やで、まあ、ちっちゃいなそうだなおお来るぞこれ全部ロック。少ししかない。出たー。まあ全部ちっちゃいね。引き出しに。やっぱ完璧な宇宙船を作らないとごめんな。出っ張りのね。出っ張りでもう下がってしまった。ね、8うわ8やって。2もらう。4ボーナスはな露出したコネクタが一番少ない、はい、開始です、はい、なかなか難しいね難しいエンジンがないなぁおい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 マジかこれでもええかとりあえず噛んといけないとりあえずもうほんならもう無理やりでも渡せるとかとりあえず噛んといけないとりあえずどうしよううわーもうね部品まだあと4分全部無理もう終わったんだけどこれどうなんだったらマイナス2個だったしマイナス2になったいや俺限定になるいや、俺3でけよあれ今取らんの番号札を取らずに3着を主張するガモ様やからですわマイナス1ってすげえ飛ぶねエンジンがでも、えかもいやいやいや、オッケーオッケー翼にエンジンがあるオッケーオッケーコンテナ収容力とキャビン容量アップに努めた一品左のエンジンを破壊されると航行不能になるかも設計ミスのない最も洗練された宇宙船サンチ君、やりましたねなんということでしょう右側は本体とつながっていません本来ならこのパーツは除去するべきですが面白いのでこのまま続行しますもはや構造設計そのものに反旗を翻した一品熾烈さを増す流星や砲撃攻撃をどこまで耐えられるかが見ものですねなんか繋がってねえよ繋がってねえよこれよう見てや、
あら、ほらダメやな。ついてこい。二人消し合いだけ。あ、まだあったじゃん。誰か？いかん。ほら行こうか。行こう。なんもね。燃料、バッテリーがなくなった。今ので。やべえ、前半で飛ばしすぎたかもしれない。7やりたいから、はい、動きが取れちゃうよ。そう、はい、4ではいいんだろ。減らんのだろこれ。減らん、あのいけんね、その辺は。来たー。あ、当たったやっぱり羽がなくなった。2編で、うん、これ倍くらい倍じゃん、マジで。1000が売って電話で、僕なし来たー。で、奥に来る電話が下に置く。詐欺帳のフットン。いやー、これひでえぞ。ジュニー、あー、だかった。最後最後これか。もう、右じゃけばらけてしまうな。なんだ、カーンってなりそう。肩でよかんね。やっぱり破滅するのやったら。荷物俺最初にいっぱい全部吹っ飛ばされた。俺車にな、車にバイクに曲実機貼っとったんじゃ。嘘。貼っとったんじゃ。ちょっと貼ってみようって、後ろのあの何バンク。うん。貼っとったんじゃ。そしたら。剥がされとった。誰に？わからん。ほんま、なんでそんなものある。いや、そりゃ愛国心をちょっと違うけど、とこに穴開けるあ、でもこういうやつがおるんじゃったらバイク倒されんかったらいてもいいかな思って。あんたの嫁がやっとったらしいな。恥ずかしい、やめてくれ。気づいたらあれどうなっとる。